君島徹を乗のれば、日本の実業家。第五代任天堂代表取締役社長。一橋大学法学部を卒業後、株式会社さんは銀行に入校し、本店広報部やロサンゼルス、サンフランシスコ、中央アメリカ、カリブ海地域などで勤務した後、ニューヨーク支店副支店長を務めた。その後、新橋支店長を経て、当時社長だった山内博史に、 広報や海外業務の経験を買われてスカウトされる形で、任天堂に入社。2000年12月、株式会社ポケモン代表取締役に就任。同社で最高財務責任者を務め、ポケモン USA 社長を経て、2002年に荒川実と入れ替わる形で、任天堂米国法人社長に就任し、同法人20年以上務めた。2006年に、 レジナルド・フィサメイが、米国法人社長の体制となってからは、同法人最高経営責任者権議長。米国での任天堂 DS などの普及に貢献した。このまま2002年から任天堂本社取締役を兼務していたが、2013年にアメリカ支社に取締役として残りつつも、任天堂本社の常務取締役並びに、 経営統括本部長兼総務本部長に就く。2014年から人事本部担当兼務。同社の経営方針を岩田里ゲームソフトを宮本茂ゲームハードを竹田玄洋が担っていたのに対し、経営統括を担当し、4人の合議により、集団指導体制下の任天堂の経営を担った。岩田の死去後、2015年9月16日付で、 任天堂の第5代代表取締役社長に就任。社長就任内定の記者会見では、DNA との連携によるソーシャルゲーム開発や次世代家庭用ゲーム機、NX の発売など、岩田前社長の路線の継続を表明したほか、新たなビジネスの展開も行っていくことを明らかにした。経営管理畑出身ながら、ゲーム事業は数字のみで評価して経営するべきでは、 ないとの考えを持っているとされる。また自身を含めた3人の代表取締役、全員が高齢であることから、権限以上などにより、後継者育成を急ぐとともに、次期後継社長については、外部からの登用も検討しているとした。人口減少社会の中、岩田前社長の基本戦略、ゲーム人口の拡大をさらに進め、任天堂 IP に触れる人口を拡大する戦略を、 設定。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンやユニバーサル・オーランド・リゾート、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドちでのユニバーサル・ニンテンドーワールド開業や、他社商品へのキャラクター使用権許諾の増加等を、通じ、ライセンス料収入増収のほか、キャラクターのファンを増やし、それをゲームソフト等の売り上げにつなげる、新たなビジネスモデルを進めた。 また、執行役員制度の導入や若手投用の積極化、プロデューサーへの最終的な制作権限以上を行うなどし、カリスマ的トップに依存する体制からの脱却も進めた。大幅な減収からの立て直しに当たっていたが、開発者が完成度に満足していなかった、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドの開発期間を延長させて、ニンテンドース・ウィッチの発売に合わせるなど、 有力ソフトの投入時期を調整するなどして、策定した Wii U から Switch への切り替え戦略がを奏し、2018年3月期の決算が営業利益で6倍となるなど好調だったため、社長交代の前倒しを決意し、4月26日、任天堂は6月28日付で、古川俊太郎を社長に昇格し、君島を相談役に移動すると発表した。 2019年、公立大学法人福知山公立大学理事。2020年の村工芸者取締役。派手さはなく、穏やかな性格で、気さくな人物とされる。高校、大学では、バレーボール部に所属し、趣味は、ゴルフやテニスをたしなむほか、二人の娘がいる。休日は、孫と一緒にウィーンスポーツで遊ぶのが、楽しみと言う。ただし、ゲームの腕前は、 あまりうまくはなく、孫に勝つことはないと述べている。いずれも北米版のみクレジット。任天堂社長となる以前のタイトルを記載。ありがとうございます。